ーのコンチャス、どうもなごみです。はい、ということで今日はコウくんにモニタリングを仕掛けていきたいと思います。イエイ。もしも大阪のおばちゃん集団に囲まれたらコウくんはどんな反応するのか。イエイ。はい、ということで大阪のおばちゃん役のエキストラの方に来ていただいてます。どうぞすごいすごいはい、ということで11人の方に来ていただいたんですけども、すごいみんなもう今日柄の服着ていただいてザ大阪みたいな感じで、まあコウくんに、まあ、すごい話しかけてもらってコウくんを囲んだり、まあ、追いかけたりしてもらいたいなと思います。あ、皆さんはあの東京住みとかなので多分関西弁が思ったより難しいかなと思うので一度ちょっと練習の方したいと思います。なんかアメちゃんいるかみたいな言葉っていけますかね。はい、アメちゃんいるか。あーでもうまい結構関西弁っぽいですねあとは何やろ、兄ちゃんイケメンやなみたいなお兄ちゃんイケメンやな。あーでも意外と簡単ですか関西弁。難しいよね。あ、難しいですか。見た目が結構大阪感すごいんでじゃあまあこのままお願いしたいと思います。ということで早速やっていきたいと思います。よし行こうか。隠しカメラを設定しました。多分もうすぐおばちゃんたち来ると思うんで待ちたいと思います。兄ちゃん大阪から来たんやけど道分からへんねん、教えて。あ、僕もちょっと大阪から来たん何も分からないですけど。大阪なの。大阪なんですよ。兄ちゃんイケメンやな。あめちゃんいるか。あ、ありがとうございます。食べてえな。あ、はい、ありがとうございます。大阪のどこ。大阪のもうちょっと大阪らへんなんですけど。分からんですよね。うちらツアーで来たの。あ、そうなんです、ね。うん、どこ行くんですか。これからそれ道が分からんくて。教えてもらおうかな。そう。それ場所ってどこですかね。場所分かんないですけど、ね。どこ行こうか。ツアーやけど。決まってないですか。10時間決まってない。あ、10時間です。ガジョ園かな。ガジョ園。ガジョ園。東京の人って、はい、かっこいいよね。あ、東京の方がでもおしゃれですよね。馴染んでるよ。馴染んでる。馴染んでる。ちょっと見せる。ダイアン、このお姉ちゃん何やってんの。ここやねんて。何？大阪の子やねんて。お姉ちゃん何やってんの。YouTube してるんですけど。何も儲かっとったの。儲かってない、そんな儲かってない。そんなことない。1億。1億すごいな。すごいや。日陰知ってる。日陰知ってますね。はい、じゃあちょっとコウくんが今レジ裏かどっかに見てちゃったんで、なんかそこを追いかけてもらっていいですか皆さんで。コウくん見ました。コウくん見つけたんで、ちょっと今からおばちゃんたちに連絡して走ってきてもらいたいと思います。恥ずかしい恥ずかしい。え、
どういうこと？え、もしも大量の大阪のおばちゃんに囲まれたら、コウ君はどんな反応するかなって。なるほどな。びっくりするわ。ザ大阪のおばちゃんみたいな。県民賞みたいなおばちゃん。楽しかった。怖いわ。恥ずかしすぎて途中もう逃げたからよ。はい、ということで、はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃいい感じでした。はい、ということで、はい、今日の動画はこれで終わりたいと思います。今日も動画見てくれてありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。じゃあ次の動画でバイバイ。バイどうした？何これ？